録画を開始、録画を終了ボタン。皆さんこんにちは。今日は視覚障害についてのお話です。今日はでも皆さん見えてらっしゃる方にもぜひ見ていただきたい動画となっております。はい、今日はこの私たち視覚障害者について強い味方、白杖ですね。白杖と書いて白杖と読みます。今畳んであるので短くなってるんですけど、伸ばしてみようかな、ちょっと後で伸ばしてみようかなと思います。で、こういう白い杖を持ってる、視覚障害、私は視覚障害者ですよっていう、目印にもなるし、自分の安全のために持ってるこの、白杖についてのお話です。で、私がこの今白杖を現在持ってるんですけど、なかなかこの白杖を持つのに時間がかかったというか、なかなか持てなかったんですよね。この持つまで、白杖を持つまでにの心の動きについてお話ししようと思います。なのでちょっとまだうまく話せる自信がないんですけど、ちょっとタイトルを思いついたので、ちょっと撮ろうと思って撮りました。はい。で、簡単に説明すると、その私の視覚障害の病気は網膜色素変性症っていうんですけど、夜盲とか視野狭窄とか、症状あるんですけど、まあ、視力低下ですね、今現在は。で、だんだんと見えなくなっていくんですよ。で、進行性 なので、で、最初にその病気が分かったのは34歳の時、今から16年前ですね。で、その時はまだ全然なんか普通に見えてるっていうか、それまでも普通に見えてる状態で、やっぱりいろいろと問題が、人より見えにくいと思って眼科に行ったら、そういう病気ですって言われて、その時はああそうなんだって、人よりちょっと私どんくさいと思ってたことが、それは病気のせいなんだって思って、ちょっと安心したっていう話を、網膜色素変性症ってどんな病気っていう動画でお話ししてると思してます。で、その後、10年くらいは全然というか、まあ視力は 0.6 ぐらい、 1.3 ぐらいあって、それからだんだん悪くなって 0.6 ぐらいで、視力自体は特に問題なく暮らしてて、視野狭窄とかその夜見えないっていうのが問題でしたね。なので全く白杖については考えてなかったんですけど、まあ、その時その時で困ったこととかはあったんですけど、またそれは別の動画でお話ししようと思います。で、今日はその白杖を持つかどうか悩んでた時のお話ですね。で、私の進行の仕方は、まあ、本当に人それぞれなので、同じ網膜色素変性症でもですね、なのであくまでも私の進行の仕方とか症状なんですけど、私は階段みたいに悪くなっていってるなと思います。ある時ガクンって悪くなって、でそれからしばらくはそのままの状態が続いて、またある程度したらまたガクンって悪くなるみたいな感じだと自分では感じてます。で、6年前にそのガクンってすごくその時悪くなったんですよね。で、その時にその時は、多分、もう視力低下が一番、どんどん見えなくなって、字も見えなくなって、で今現在視力 0.02 から 0.03 ぐらいなんですけど、その時多分そこまでいったんじゃないかな。で、もう日に日に見えなくなっていってたんですけど、で、その時に何が困ったかっていうと、まあ、前からなんですけど段差が分かりにくい、その特に道路が、で色が変わってるところとかがありますよね。で、そこが段差なのか平面だけど段があるのかとかが分からなくて、すごく歩くのが怖くなったんですね。あと、その人ごみっていうか、結構街中の方に通勤してたんですけど、人がいっぱいの中を歩いていかないといけないんですけど、その人、自分の前にいる人がこうぼんやり見えてるんですけど、その人がこっちを向いてるのか向こうを向いてるのかが分からないんですよね。人がいるっていうのは分かるんですけど、その人が前を向いてるのか後ろを向いてるのか、どっちに歩いてるのか、私に向かって歩いてきてるのか、同じ方向に歩いてるのかとかも分からないし、っていうのですごく歩くのが怖くなった時期がありました。時期がというか怖くなってきましたね。なので、あとはまあ視野狭窄もあるので、もう、人にぶつかったりとかもするし、って感じで、そんな時にもう、同じ盲学校の先輩から、もうそろそろ早めにもう白杖は持った方がいいよって、その方も見えてらし、まあ普通に見えてるんですけど、普通にというか全く見えないわけではないんですけど、
白杖も持たれてて、もう白杖は絶対早めに持った方がいいよって言われて、あの白杖を注文、あの補助が効くんですけどね、自己負担がありますけど、あの全額自分で買わないといけないわけじゃないです。で、白杖は早めに持った方がいいよっていうことで私も注文して、で今現在、白杖を持って、確かにこう白杖を持つと持ってよかったなって今は思います。でな、その白杖の役割っていうのは、まず自分がそうやって歩くときに楽というか安全、段差を確かめられるしっていうのもあります。あとその周りの人に、私は目が視力が弱いですよ、視覚障害者ですよっていうのを知らせる、今特に歩きスマホとかされてる方がいて危ないですよね。で周りの人にも、あ、この人は目があまりよく見えないんだっていうことを知らせるために持つっていう意味もあると思います。はい。で、その時にですね、で何でも何で持ちたくなかった、だからですね、その時か今思うと考えたのは、車を運転する時にフォグランプっていうのかな、ライトは早めにつけましょうって、もう夕暮れになったら、あれと一緒だなと思いますね。なんか自分はだんだんとこう、その夕暮れ時、自分はちゃんと見えてるんですだけど、もう暗闇にだんだんと目が慣れていくので、でも周りの人に車だよっていうことを知らせるためにもライトを早めにつけましょうって言いますよね。なのでそういう意味もあるのかなと思います。でその時になかなかでも白杖を持ちたくないって思ったのは、まず一つはそうやって私でもまだ全く見えないわけじゃないもんがないもんというかないのに持っていいのかなって、見えてるのに白杖を持ってもいいのかなって思いました。それと、それまでこういろんなこう不都合はあったんですけど、私自身がその視覚障害者であるっていうことを受け入れてなかったのかなっていう思うんですけど、自分がそれまでは視覚障害者であるっていうことを隠すというか、なるべく知られたくない、あくまでこう私 見えてるふりをして生きてきたというか、一生懸命見えてるふりをして生きてきましたね。その時はなんかいろいろ不都合はあるんですけど、その自動販売機とか駅の券売機とか行った時とかすごい緊張するんですよね。後ろに特に人が並ばれるとお金をなんかバッて見渡せないので、こうお金入れるとこどこだってとか、釣り革とか電車乗って釣り革がパッて見つけられなくて、もう焦ったらますます見つけられなくなって、なんかそんな感じですごく緊張を強いられるというか、緊張神経を張り詰めて生きてる感じだったんですけど、白杖を持った途端というか、持ったら自分も、あ、もう私見えてるふりしなくていいんだって思って、なんか思い切って白杖を持ったら、なんか今はすごく楽ですね。楽というか、私見えます、見えないということを受け入れられた気がします、白杖を持つことによって。で、持ったら持ったでいろんな、そのやっぱり心配してたことですね、なんか白杖を持ってるけどあなた見えてますよねみたいなことを面と向かって言われたことも一回だけあるし、やっぱり言われなくても多分周りの人をそういうふうに、この人白杖を持ってるけど見えてるよねって思われてるじゃないかなっていう心配もあります。なのでこう、私がこの YouTube 始めようと思ったそのきっかけというか、その一つに、このなんていうかな、そういう白杖を持ってるけど全く見えないわけじゃなくて、こういう進行性の目の病気で、ぼんやりとは見えてますよって、で白杖を持ってないけどそういうなんか目の病気、こういう目の病気があるんだっていうことを皆さんにこう知ってほしいなっていう、そういう気持ちが あったので、はい、YouTube でそれを一番というか伝えたいことの一つです。はい。なのでまたちょっとこの件に関してはもうまたこれからもたびたびというか何回か動画にしていこうかなと思います。はい。ということで、同じ視覚障害者の人で私みたいに思っている方、ちょっと開いてみますね、がいたら、やっぱり白杖、持つの迷って、なかなか持てないって、長くなりました。
がこうあって、でもし皆さんも街中でこれから長く白杖を持ってる人を見かけたら、こういう人がいるんだっていうことを今日はですね知ってもらえれば嬉しいです。はい、あとですね、これこの前の、2週間ぐらい前に撮ったシワシワのハウルチアを復活させたいっていう、動画でシワシワのハウルチア植え替えたってやつなんですけど、2週間経ってどうかなって思って、ちょっとせっかくなんでお見せしようと思います。まだまだちょっと水が吸えてない黒っぽい感じだと思うんですけど、もうちょっとしてなんか生き生きと早くなるといいなと思います。はい、以上かな。はい、そんな感じですね。はい、ということで今日の動画は以上になります。はい、今日もご視聴していただきありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いします。あとその視覚障害者の方、私も1回だけ受けたんですけど、いろいろ自治体とかで本当に支援の、なんか支援もされて、支援もしてくださってて、なんか歩行訓練っていうのもあって1回だけ受けたんですけど、で歩行白杖を持って歩く時の歩き方とか、いろんな支援あると思うので、私も全部を知ってるわけではないんですけど、あります。はい、視覚障害者の方で、特に進行性の方、これからどうなるのかすごく不安だと思います。私もそうでしたし、私も今現在とても不安です。なので同じ視覚障害者の方の、YouTube とか見せていただいて勇気をいただいたりしてます。一緒に頑張りましょう。はい、では今日の動画は以上になります。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。僕らを終了ボタン。